おはようございます。ドイツ鉄道の ICETD です。イタリアの銀様です。なんか、挨拶がだんだん簡略化してってない？イタリア人は、細かいこと気にしないんだ。私と銀ちゃんは、北欧のデンマークを訪れています。この時、首都のコペンハーゲンでは、世界で最も有名で、最大規模の自転車レース、ツールドフランスの2022年大会が開幕したところでした。到着の翌日は、オープニングイベントとなる、第1ステージを開催。コペンハーゲンの街中を、自転車とは思えないスピードで、選手たちが駆け抜けていきます。大会初日は、比較的短いコースを、選手が一人ずつ出走して、タイムを競う形式でしたが、翌日の2日目からは、チームを組んで長距離を走る、本格的なレースが始まりました。コースは、同じ場所を二度と走らない、一本道。町から町へ移動していく形態で、地図を見ると、途中でわざと遠回りしている箇所もあります。そこで今日は、お昼にスタートを見送った後、列車に乗って、ゴール地点まで移動し、ラストスパートをかける選手を、再び迎えたいと思います。本当は、ゴール地点だけ見ようと考えてたんですけど、ルートを確認したら、スタートも見れるんじゃないかと思いつき、勢いで予定を変更しました。銀ちゃんたち、前にもこういうことしてなかった？イギリスで、蒸気機関車の追っかけをやってましたね。蒸気機関車は、最高時速、120キロで走行しますけど、自転車競技はその3分の1。平均速度は、時速40キロを少し超えるぐらいのスピードです。それに、200キロの道のりを移動します。だから、列車で先回りするのは、めちゃくちゃ簡単なはず、です。銀ちゃんそれフラグ。大会2日目のコースは、コペンハーゲンから、西に30キロ離れた町、ロスキレをスタートして、西に移動していきます。ゴールは、海を渡った先にある、チューン島東岸の、ニューボーです。スタート地点のロスキレは、コペンハーゲンからですと、快速列車で、だいたい40分。2階建て客車の車内は、レース観戦と思われる人が大半を占め、土曜日の朝なのにもかかわらず、混雑していました。ロスキレの街はコンパクトな作りで、駅を出て、徒歩数分の場所に、メインストリートがあります。コースや、周りにあるお店のショーウィンドウには、自転車を模した飾り付けがいくつもあり、ツールドフランスを歓迎しています。もちろん、選手の応援バナーも掲げられ、小さな街は、朝から大賑わいです。私たちが街に着いた時、まだスタートまでには時間があったのですが、すでに沿道は、地元の人たちで埋め尽くされていました。ロスキレは、デンマークで最も古い町、とも言われ、12世紀から、13世紀にかけて建てられた、ロスキレ大聖堂がシンボルです。しかし、町の中心地は、混雑が激しく、立ち入り制限のあるエリアもあるので、私たちは、比較的閑散としていた、駅前の通りで、スタートする選手を待ち構えることにしました。待機していた場所のすぐ近くには、道路を横切る陸橋があり、時々列車の姿が見えます。余談ですが、ロスキレは、デンマークで初めて鉄道が通された町で、1848年、コペンハーゲンと結ぶ路線が開通しました。現在も、コペンハーゲンからは、特急、快速列車が頻繁に走ります。首都からのアクセスが簡単ですので、列車が駅に到着するごとに、メインストリートには、観戦の人々が増えていきました。ここを選手たちが、全速力で走っていくわけだな。楽しみだー。と思ってしまいますけど、実際は違います。ツールドフランスなどの、自転車ロードレースは、スタートが、2段階に分かれているんです。一つは、選手の一団が、停止状態から走行を開始する、パレードラン、というもの。毎朝、レースを開始する街では、広場などで、出発式が執り行われます。式典が終わり、出発準備を整えたら、まずは審判が乗る、先導車に続き、低速で街を後にするのです。私たちがいるのは、その、パレードランの途中にある道です。ここではまだ、全力疾走はしないのですが、その分選手たちを、間近に見ることができます。その後、道幅に余裕がある郊外に差し掛かり、隊列が整ったところで、2度目のスタートが切られます。ここからが、本当の競技開始になるんです。2度目のスタートは停止をせず、あらかじめ定めてある地点を過ぎたところから、競争が開始となります。
このやり方が、最も混乱や事故がなく、安全にスタートできる方法なんだとか。何しろこの競技は、開始時点で、およそ180人の選手が固まって走りますし、100台近い、随伴の自動車、バイクが、集団の前後に控えています。ところが、スタート地となる、街中の道路は狭い上に、沿道には大勢の観客が、選手たちを見ようと詰めかけます。そんな中で、いきなり勝負を始めてしまうと、大事故が起きかねませんよね。だから、道が広くて、安全が確保できる場所まで移動してから、レースを始めるんです。以前に一度、停止状態から、一斉にスタートするやり方を試したのですが、案の定大混乱になってしまったので、以降はやめているそうです。そういえば、2021年の東京オリンピック、自転車ロードでも、いきなり競争が始まるのではなく、スタート地点から少し離れた、橋の上から、競技が始まりましたよね。鳥居をくぐり、神社の境内を走行する、ヨーロッパのレースでは見られない光景が、一部で話題になりましたが、あれも、パレード走行の途中に設けられた区間だったんです。と言っている間にも、目の前を様々な車が通過していきます。最初に大会関係やテレビ局の車両が通り、続いて各チームのロゴをつけた乗用車が走っていきました。その他、スポンサー企業の宣伝カーが通ることもあるそうです。単に企業の看板を掲げるだけでなく、お菓子やタオルなどちょっとしたお土産を走りながら配っていくんですって。ツールドフランスは、大会規模が大きく、宣伝効果が高いため、大小様々な会社が協力しています。こうした企業の車が、代わる代わる通行し、それだけでも2、30分かかります。飾り付けやデザインが凝っていて、まるで、お祭りの出汁か、遊園地のパレードを見ているかのようです。けれど、ロスキレの街では、路地が狭いためなのか、単に私たちの到着が遅かったせいなのか、こういった宣伝の車は走っていませんでした。それよりも私が注目したのが、スタート時刻の30分ほど前に走っていった、チーム所属の車です。これは、コースの状態を偵察する車両です。実際に走る選手たちに先行して、封鎖されたばかりのコースをチェック。路面の状況や、風向き、天候を、後方の本体に知らせる役割を担います。というのも、ロードレースは、1日ごとに違うコースを、160から200キロ近く走る競技です。選手自身が、当日や前日に、すべての道を下見することは、まず不可能ですので、チームの偵察部隊が車で先回りして、最新の情報を伝えるのです。ラリーの、ウェザークルーみたいね。やがて、通りの奥から、大きな歓声が聞こえてきました。そろそろ、選手の一団が、こちらに向かってくるようです。屋根に自転車を乗せている車は、競技中の選手をサポートする、チームカーです。ご覧の通り、予備の自転車や部品を積み、何かトラブルがあった時、即座に部品、または自転車そのものを交換します。また、このレースは、一度出発したら、基本的にゴールまで、およそ4時間、走りっぱなしの競技です。エネルギーの消耗が激しい一方、休憩時間などがないので、選手たちと並走しながら、水や食べ物を渡す役割もあります。ということで、無事に出発しましたから、ゴール地点に移動しましょう。私たちと同じ考えの人がいるようで、選手たちが通過したら、すぐ駅に向かう人が、何人もいました。本日の競技コースは、ロスキレを出発後、北西に進みます。そのまま、海に突き当たったら、海岸沿いを、半時計回りに走行。西岸まで走った後、海を渡って、西隣の、チュン島へ渡ります。新たな島に上陸して、すぐの場所にある町、ニューボーが、今日のゴールです。幸い、ロスキレからニューボーまでは、乗り換えなしで行ける、快速と、特急列車が走っています。
イタリアが生み出した名車、IC4 ちゃんも、ツールドフランスに伴う大量輸送に貢献していました。次に乗車するのは、特急列車のインターシティです。車両は、ER 型電車、通称、IR4 と呼ばれる車両でした。ビートのある、アルミ製車体に、連接台車を履く外観は、機動車特急の IC33 とそっくりです。実際、二つの車両は、互換性がある姉妹車で、連結して運転ができます。そのために、最高速度や、加速性能も同一になるように設計されました。もちろん、ゴム製のホロをつけた前面は、運転台を含め、すべて共通の構造です。いくつかの列車をつないだ、長い編成では、パンタグラフを上げている車両と、屋根から排気ガスを出している車両が、混在していることもよくあります。電気で走る電車と、ディーゼルエンジンで走る機動車、という、根本的な違いがありますが、二つの列車は、一見区別がつきません。でも、少しずつ見比べると、細かい部分で、違いが見られます。まず前提として、電車型の IR4 は、需要が多く、昔から電化されていた区間に投入すべく製造されました。そのため、編成は4両で、出入り口が、1両に1箇所設置しています。車内でも、一等席が、普通席と同じ、左右2列ずつの配置になり、輸送人数が増やされました。優等席が、横3列配置の IC33 に対して、見劣りしてしまう点ではありますが、この電車は、コペンハーゲンを中心とした、乗車時間が短い区間に投入する車両だったこと。それと、快速列車でも使うことを想定していたので、こういった違いが発生したのでした。それから、細かい部分ですと、台車に装備された、横揺れ防止ダンパーノームや、運転台に登るためのステップの形状。加えて、車両間にある、連接台車のバネも変更されています。IC33 は、前後の車両を、それぞれ独立したバネで支える構造です。対して、IR4 は、連なる2つの車両を、1つのバネで支える仕組みで、構造が、若干簡素化されました。なぜここに違いがあるのかというと、駆動軸の配置が異なるからでした。IC33 は、各車両に装備する、4つすべての台車を駆動する方式。一方、IR4 は、5つある台車のうち、先頭車両の、前側の台車しか駆動しません。中間の台車は、モーターのない、付随台車ですから、構造を簡単にできたんです。でもこれだと、ディーゼル車の IC33 と連結したとき、駆動軸と、非駆動の車輪との比率が同じではないので、明らかにバランスが悪いですよね。けれど実は、きちんと考えられている構造なんです。その理由は、IC33 は、台車に2つある車輪のうち、片側しか駆動しない構造です。全8軸のうち、エンジンの力が加わるのは、先頭車両内側の4軸のみ。つまり、駆動軸と、そうでない軸の比率が、1対1になっているので、電車型と、バランスが取れているんです。厳密に言えば、ディーゼル車の方が、駆動軸が多いのですが、エンジンは、電動モーターよりも、少し出力が低いため、ちゃんと辻褄は合ってることになります。20世紀末期から、デンマークの電化区間を支えた IR4 ですが、気がつけば、登場からそろそろ30年。老朽化が進んでいることや、古い構造ゆえに、年々厳しくなる、バリアフリー規制への対応が、難しくなってきました。このことから、ついに、後継車両が計画され、近年中に、登場することになりました。新型車両は、新技術により、省エネルギー化が図られるとともに、低床構造の採用で、乗り降りが楽になります。IR4 よりも、1両多い、5両で1つの編成を構成し、現在100編成が発注されています。これは、デンマーク国鉄における、過去最大規模の投資なんだそうです。一括大量発注した方が、単価は安くなりますからね。でも、こういう大量導入で怖いのが、車両に思わぬ欠陥や、問題を抱えている可能性です。けれども大丈夫、なはず。なぜなら、オランダやイタリアで、すでに同系列の車両が導入され、イタリアでは実際に、運転を開始しています。オランダ版は、ちょっと手こずってるらしいですけど、多分大丈夫でしょう。イタリアの子も、導入が遅れたし、1年経たずに、USB の充電ソケットが壊れてるんだよねー。
うん、でも大丈夫、きっと。デンマークで導入される新型車両のメーカーはフランスの大手アルストムが選定されています。整備も同社が15年間にわたって請け負う契約です。過去にデンマーク国鉄は得体の知れないメーカーに安く車両を発注して欠陥車が届いた失敗があるので、実績のあるメーカー車両を選んだのでした。得体の知れないとは失礼な。セッテベッドとかフレッチャロッサ姉妹を作っている由緒あるメーカーですよ。そこが作ったオランダ向けの電車はどうなったんだっけ。イタリア人は細かいこと気にしないんだ。デンマークが発注した新型車両は IC5 と命名され、2024年から導入が始まる予定です。先頭の形状は機関通の流線形になり、最高速度が200キロに引き上げられます。この国で長いこと伝統だったゴムホロと貫通型ではなくなってしまうのがちょっと残念なところです。座席では車内 Wi-Fi やコンセントに加え、タブレットなどを固定できる携帯端末用のホルダーが装備されることが決定しています。この列車はデンマーク国内の特急と快速に投入する予定です。さてそろそろツールドフランス2日目のゴールの街ニューボーが近づいてきました。ここで列車はトップスピードまで速度を上げ、海峡を渡っていきます。がー、突然ながらこの動画は一旦ここで区切ることにしました。本来ツールドフランスの話は前後編2回で終わらせるつもりで制作していました。ですが内容を頑張って端折ったのに、気がついたら再生時間が30分近くに伸びていたんです。1回の動画は長いのに、下手に短縮したわからない説明をするよりもきちんとお話をしつつ、動画の長さは短く抑えた方がいいと判断し、仕切り直しをさせてもらうことにしました。その結果中編が薄い内容になっちゃいました。ごめんなさい。最初これって1回で済ませるつもりだったんだよね。次の動画の最後でやっぱり4回になりますとか言わないよね。可能性は否定できない。ではいつもより早いですが、この辺りで失礼しますね。ここまで見てくださってありがとうございました。次回はもうちょっと鉄道ネタが増える予定です。小ネタのつもりだったロードレース特集がまさか2回もやって終わらないとは、余計なこと喋りすぎた。その割に基本的なこと言ってないような、魅力はあんまり伝わってないと思います。実際のロードレース中継も競技時間が長いですし、中盤は動きがなかったりして、関係ないことをダラダラ喋る居酒屋実況になることがあります。これが意外と面白いんですよ。